日が来てしまいました。マギルーのペラペラ喋らないと第5夜、週替わりのゲストがお題カードに従ってトークをする公開番組もついに最終回。最後のゲストは何でも食べる食欲魔王の子役じゃ。違う、あんたが今までに食べ残された。ふん、危ないところじゃったが、バッタを身代わりにして生き延びたわい。さあお題トークじゃ。マギルーボックスに残るお題カードは2枚、フリートークか恋バナか、どっちじゃ。恋バナを引かせようって魂胆なんでしょうけど、そうはいかないわよ。ベルベット、マギルーは何を仕掛けてくるかわからん。油断するな。アイゼン、一つお願いがあるの。私が恋バナを引くように祈って。おう今よ。カードオープン、フリートーク。よし、狙い通り。おお、アイゼンの不幸を呼ぶ力を利用したのか。理屈はわかるが、そういう使い方は傷つくぞ。ただし恋バナ限定の。あ、白地に白いインクでただし書きが。このパターンはずるいわよ。おう、とも、ずるい、こすい、黒いは魔女のキャッチフレーズじゃ。何よりこの場のルールは司会者のわしじゃ。観念してトークせい。わかったわよ。恋って一般に泥臭いって思われてるけど、清流で養殖した恋の美味しさはまさに目から鱗よ。あと恋の馬には文字通り内臓が肝よ。騙されたと思って一回上等な養殖鯉を食べてみて。はい、恋の話、恋バナ終わり。頑張れ。ベルベット、やってしまいましたね。ねえ、気軽に初恋エピソードでも語ればみんなでキャッキャウフフと盛り上がれたものを。なんじゃそのコスマランごまかしトークは。自意識過剰か、アイドル気取りか。そういうつもりじゃ。つもりもやもりもこうもりもない。そういう妙なガードがキモいんじゃよな。のみならず滑り倒しよってからに、この重い空気を一体どうしてくれるんじゃ。悪かったわよ、声が小さい。ワンスモア、すみませんでした。二階席のお客さんにもどうもすみません。まったく、こんなオチになってしもうたが、わしに免じて許してやっておくれ。わしの小粋な歌とダンスでお別れを。突然ですが、来週のこの時間はスペシャル追加特番、ベルベットのとっとと喋らないとをお送りします。ゲストはマギルーよ、お楽しみ。なんじゃそれは。連続キーワード5つ目はあよ。また来週。そのキーワードで目がついちゃうのかい。